工学館は繰り上げになってしまったんですけど、いやみんなよく走ってくれて、ありがとう、よく走ってくれて嬉しかったです。いつも見れない選手の人たちが一生懸命頑張ってて、でも良かったと思います。初めて応援したんですけど、すごい迫力があって良かったです。本当にあの選手たちよく頑張っていただいたと思います。ちょっと去年とはあのコースの あり方が変わったり、そして、まあ、去年エースとして頑張ってくださった選手があの体調不良のために残念ながら出場できないとか、いろんな点がありましたけども、まあ、そんな中であのよく健闘してくださったと思います。はい、あの毎年あの着実にですね力をつけていってくださっていると思います。で、まあ、今年の成果をさらに、上に、上げていただくように頑張ってください。お願いいたします。来年もですねぜひあの出場できるようにあの頑張ってください。はい、あの出場を重ねるということまずそれで、大学としての成果を未来につなげていくと、そういうつもりで頑張っていただきたいと思います。